26日午後10時ごろ、千葉県市川市にあるマンションのベランダに置かれた浴槽の中で若い女性が死亡しているのを千葉県船橋署員が発見しました。僕は自分から逃げ続けてきた。忘れていませんか？あなたは人殺しなんです。顔を変えるのは簡単だった。もしあの時逃げなければ。本当の名前を聞かせてくれないか。市橋達也です。